こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはマルカ食品ペヤングたらこ焼きそばになります。カップ焼きそばの定番といえるたらこフレーバー、ペヤングさんからも同じ名前の商品が何度か発売されていますけれども、毎回ちょっとずつ内容が違うようですね。今回もどんな仕上がりなのか楽しみです。よろしくお願いいたします。いただきます。マルカ食品ペヤングたらこ焼きそばになります。彩り綺麗っすね。嬉しいですね。はい、美味しそうです。それではまずは一口。ああ、いい香り。海苔のいい香り。たらこ一辺倒ではない。いろんな味がします。たらこは強いですけど、海苔の味、ネギの味、いろんな味がしますね。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、ソースと火薬のダブルで、たらこの旨味を存分に堪能できる商品。たらこを存分、ほんとね、他の薬味的なものも入ってきてるんで、たらこだけじゃないですね。はい。次。熱々の焼きそばに、たらこをたっぷりと振りかけることで楽しめる、濃厚なたらこの旨味。たらこだけじゃないっすね。薬味の味もいろいろあって、それはそれで美味しいと思います。はい。ということで、おしゃべりしながらいただきます。特に目立つのは海苔ですね。脇役で目立つの。たらこもちろんガンきますけども。たらこも強いですけど、海苔もちょっときますね、脇役で。うん。たらこっていうとよくバターと合いますけど、バターは入ってないっぽいっすよね。原材料見たら、ソースの中に入ってるのは、目立つところだと、まあオイルはもちろんあるみたいですけど、醤油と塩が目立ちました。だから、たらこバターみたいな、ちょっとギトギト感があるわけじゃないんです。もうちょっとカラッとしてる感じですね。これなんかカラシかなんか入ってるのかな？明太子っぽいんですよ。なんかね、純然たるたらこっていうか、ちょっと辛みがあるんで、カラシ明太子っぽい味がしますね。ちょっとピリ辛なんで、お子様とかだとこれ難しいかもしれないです。はい、ちょっと辛みがあります。うん、美味しい。よくこのペヤングさんの麺って、薄めの味付けの焼きそばだと前面に出てきて麺が美味しい、濃いめのソースだとソースが出てきて後ろでサポートするっていう非常に器用な麺なんですけど、今回どっちかというとサポート役に回ってるイメージ。たらこソースが結構強いっす。たらこのソースとふりかけのたらこは結構強いです。はい。うん。ペヤングさんの商品ってとても栄養表示を見てると不思議で、いつも塩分少ないんですよ。4g に行くことはめったにないんですよね。この商品も食塩相当量が 3.3g。
結構塩味あるんですよ。結構塩味あるんだけど、食塩相当量 3.3g なんですって。はい、うん、でこのたらこ焼きそば、どうも3代目っぽくて、ペヤングさんだと調べてみたところでは、初代で出てきたペヤングさんのたらこ焼きそばが2013年の6月10日発売。これ僕は試してないですね。残念ながら画像とか写真とかも全然残ってないんですけど、2代目、2018年11月26日に発売された2代目は僕いただいてて、で、その頃まだ YouTube とかやってないんで動画撮ってないんですけど、パッケージの写真だけは撮ってて、ただね、記憶にないんですよ。写真で残しちゃったんで、記憶にないんですね。はい。で、これが3代目ということで。なんかパッケージによくわけのわかんない絵が描いてあったんで、ちょっとどうなってんだろうなと思ってたんですけど、もっとタラコタラコしてんのかなと思ったら、結構ね、脇を固める海苔とかネギとかいろいろ入っててね、それはそれで美味しいと思います。はい。うん。美味しいペヤングって量欲しくなっちゃうんですけど、これ超大盛り。ギガ。ペタ。超大盛りだったら食べたいかな。ギガだとグレートボスにして、レトルトの生タラコ欲しいですね。なんて言ってる間に残りこれだけになってしまいました。意見いただきます。美味しくいただきました。物足りなさを感じるくらい美味しくいただきました。はい。2個連続でいけるかもしれないな。割と変化をつけようと思えば変化つけられるタイプなんで、量があっても美味しくいただけるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回はマルカ食品ペヤングたらこ焼きそばをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、海苔とネギが引き立てる王道たらこという感じです。ありがとうございました。美味しくいただきました。一面たらこになるのかなと予想してたんですけれども、割と海苔やネギで脇を固めてあって、それでもたらこはちゃんと強くて美味しかったです。それにしてもこれで食塩相当量 3.3g なんですね。結構塩味が強いんですけれども、不思議ですね。マルカ食品さんの焼きそば商品は総じて食塩相当量が少ないので、ペヤングマジックなんですかね。王道系のフレーバーですから安心していただきます。逆の見方をすると意外性は全くありません。あとまあまあ辛みを感じましたね。何の辛みか正体は分かっていませんけれども、原材料を見ると香辛料抽出物とあるため、これかもしれませんね。小さいお子様などの喫食では気をつけていただいた方が良いかと思います。というわけで今回はマルカ食品ペヤングたらこ焼きそばをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。